はい、えー。皆さん、こんばんは。こんばんは、えー。今日のお話はですね、あの、結構なんか、どうでもいいというか、かなりこう、日常のね、雑談の中で、あの、僕ら二人の中で出てきたことなんですけど、あの、まあ、これはね、ショート動画でもいいんじゃないかなと思ったくらい、あの、すごいちょっとしたことなんで、今日はあの気軽に聞いていただければなと思います。はい。それは何かっていうと、 日本人の、その、数え方。あの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10っていう風に数えるんですけど、まあ、それ以外にもいろんな数え方があって、それは、あの、今までの動画とかでも話してるんですよ。うん。で、あの、なぜか、なんですけど、こう、物をね、数えるとき。例えばですけど、えっ、ー、と、机の上に、 チョコレートがいっぱいあります。例えば。まあ、なでもいいんですけどね。あの、ボールでも、あのね、ガムでも何でもいいんですけど、まあ、チョコレートわかりやすい、ね。チョコレートがいっぱいありますで。例えばそれが、そうだな。うん、50個ぐらいあるとしましょう。で、それを、こう、一気に数えるとき。たくさんのものを一気に数えるときに、こう、日本人は2個ずつ数えるっていうのをやる人が多いなっていうふうに思っ たんでまあこれは結構国によっては10個ずつ数えるとか5個ずつ数えるとかあるかもしれないんですけどでその時に、まあ、その時だけ使う数え方があるっていうことであの今から言うんですけど、えー、と数え方としてはまずま待ってね、ま、246810っていうふうに数えていくんですね。なんでここうう個ずつこう よけながらというかね数えるんですけどその時の言い方が「にしろはと」とか「にしろやと」っていう人もいるかもしれないですね。ほう。うん。まあその言い方はあるんだけど、まあ、その僕はにしろやはなんですけどそうなんだ。はい。へえ。あのまあにしろやとっていうことですね。 まあ、2,4,6,8,10っていうことなんですけど、まあ、そういう数え方、あのー、急にし始めてですね、あさみさんが。で、僕ちょっとそれ、すごい久しぶりに聞いたなと思って、ちょっと笑っちゃったんですけど、うん、あのー、確かに、まあ、僕も昔してたし、周りでもみんなしてるなっていうイメージがある。 で特に大人大人というか僕らより上の年齢の人は絶対してると思ううんうんうんただ今例えば20歳とかあとはその高校生とか中学生の子がそういう数え方をするのかどうかはちょっとわからないそうね聞いたことがないでもしてると思うけどね子供の頃よくした記憶があって、うん、で その私が言ったのも子供のおもちゃを片付けるときにたくさんの数のおもちゃがあったんですよ。うんうん、それを数えるときにしてたんですね。なのでまあでもあの例えばだけど人がすごいたくさん来ててあ今日何人いるんだっけって時にこう二四六八と二四六八二十二四六八三十みたいにやるよね。ああやるやる。そう今のはこう十ごとに数えていくことになるから。 そういう数え方になるんですよ。なるほどね。はい。だからか <laughs> か、まあ、それだけの話なんですけど、今日は。うんうん、本当にこう、それだけの話なんですけど、うん、まあ、もしですけどね、例えばもし、はい、あの、まあ、外国から来た日本語を勉強している、まあ、皆さんみたいなね、方が、いきなり、 ニー,シーローハートとか言い出ししたらびっくりしますうん、うん、もうネイティブかって思います、うん、それは本当に、うん、それぐらいまあなんか日本っぽいなっていうかなんかなんて言うんだろうね、うん、ちょっとびっくりするよねそうだね、うん、なのでぜひ <laughs> 使ってみてくださいというかそういう話ですね早いですよ西ーーローハートって数えていくとね西ーーローハート 二四郎派20二四郎派30二四郎派40二四郎派50みたいな感じですよね、はい、数え方としてはねうん、うん、まああのそういう数え方があります、はい、僕は二四郎やタイプなんですけどね私ははですね8のハね「は」ねはい「や」ってのは8つの「や」ですねはい、うん、そうなんですけど、まあ、同じような感じで外国にもあるのかなありそう あるかな, <laughs> ど,うなどうなんだろうまあそれなんかあの、はい、日常会話の中から出てきたなんかたまにあるんですけど「あこれこの話ポッドキャストでしたら面白いんじゃない?」みたいなねうん、うん、そういうのをちょっと取り上げてこれからもねお話ししていきたいなと思います、はい、ただこのシリーズはなんか中身がないからあのすごい短くなるね いいいじゃないですか、はい、まあそれはそれでいいんじゃないかなと思いますけれどもね。はいはい、ということで今日は何ていうの数の数え方まあそうですね。かな西ロハはの話をしました。<laughs> どうもありがとうございました。<laughs> ありがとうございました。ではでは。